どうもこんにちは、マイクラやってるかい？この前雪がひどかった時にね、近くを通りかかった車が雪にはまって動けなくなっていたんだ。運転手は何度も押すんだがびくともしない。そこで私の父ちゃんが登場。なんと父ちゃんは運転手が乗っている状態で車を押して、脱出させてた。エンジンかけずにな。怪力すぎー。ほな今回はね、マイクラの消された要素の紹介だよん。この話題結構久々ね。ゾンビピックマンのことを知っている人は多いと思うぜ。豚が二足歩行で立ったような見た目をしていて、肌が緑色に腐って変色し、頭蓋骨の一部が剥き出ている気持ちの悪いモブだ。あ、ごめん気持ち悪いは言い過ぎか。ゾンビピックマンは中立モブとなっており、一度でも攻撃したらプレイヤーをリンチしてくるな。倒す際は腐った肉と金塊を落として、確率で金インゴットを落とすぜ。マインクラフトバージョン 1.16 のネザーアップデートにて、ピグリンとゾンビピグリンに置き換わってその役目を終えたんだな。お疲れ様です。ゾンビピックマンがピグリンに置き換わるときは、多くのプレイヤーが悲しんだんだな。でも、1.16 以前のバージョンでは見れるようになっているぜ。ゾンビピックマンに会いたい人は古いバージョンでプレイしよう。バラはマインクラフト内に一時的に存在していたぜ。みんなが想像している通り、真っ赤な花だったんだ。Java 版のマインクラフトのスナップショット 13W36A、スマホ版マインクラフトのアルファ 0.9.0 にて完全に削除されたんだな。赤いバラは全部ポピーに置き換わったんだな。なんで赤いバラがポピーに変わったのか。バラは普通一輪の花として咲くことはないんだ。通常は低木という小さい木のようなものにバラが咲くんだな。多分一輪の花として出てくるのがおかしいという点で変更されたんだ。ちなみにポピーは普通に一輪の花として咲くんだ。何気ないこだわりだぜ。スマホ版マインクラフトの 0.9.0 より前では、バイオームの境目でおかしな木が生成されていたんだよ。例えば森林バイオームと雪原バイオームが隣り合った際に、多くの木と頭皮の葉で構成された木が生成されたんだ。これを聞いて、は？と思った人も多いはず。通常木がそのバイオームごとに生成される種類の葉っぱや木で生成されている。例えば平原バイオームだったら、多くの木と多くの葉っぱでできた多くの木ができるぜ。でも不幸なことに、多くの木が生成されるはずのバイオームと、頭皮の木が生成されるバイオームが隣り合い、その境界線の同じ座標にたまたまそれぞれ生成される木が重なってしまって、木と葉っぱの種類がバラバラな樹木が生成されちまうんだ。まるで木のキメラだな。変なの。もっとすごいのが確認されていてな。ジャングルバイオームと温帯バイオーム、そしてサバンナバイオームが隣接してしまい、それらの境界線で、ジャングルの木と多くの葉っぱで構成された、アカシアの木の形をした木が生成されたんだ。これもう原型とどめてねえな。その場所にはジャングルの木が立つ予定だったのか、多くの木が立つ予定だったのか、それともアカシアの木が立つ予定だったのか、わかるわけもない。マインクラフトでは家具のアイテムはないから、既存のブロックやアイテムで家具っぽく見せることが多いよな。実はマインクラフトの開発バージョンであるインデブでは、テレインテンピング内に木でできた椅子の側面の画像と、正面の画像と思われる二つの画像があったんだわ。まあ画像があっただけで、それが本当に家具として使われるものなのか、いつか実装されるものなのかはわからん。椅子の画像があっただけで他の家具の画像が見つかったわけじゃないしな。ちなみにノッチ氏は、何回か、家具あった方がいいのかなー、とか、家具どうしよっかなー。って何回か言及していたみたいだぞ。ただただ言及しただけね。マインクラフト内でどうしても家具を作りたい場合は、家具モッドとかあるからそれを入れてみるといいぞ。続いてはかつて設定上に存在していた機能の話。ビデオの設定の一部には 3D、アナグリフ。っていう、3D 効果を出す設定があったんだよ。この 3D 設定アナグリフ方式でな。要はあの赤と青の 3D メガネをかけることで、画面が飛び出して見えるようになるやつなんだわ。めっかれそう。バージョン 1.13 のスナップショット 17W43A にて、その設定は削除されちまったんだ。削除された理由はわからないけどね。多分目に良くないからじゃないか。バージョン 1.8 の開発中のスナップショット 14W11A では、トロッコの物理が変更されたんだわ。どういうことかというと、今までより早く、遠くへ行けるようになったんだ。他にも、速度が上がりすぎた場合は途中で脱線したり、速度が足りない場合は坂を登れなかったり、とにかく少しだけリアルな仕様になったんだぜ。かなり面倒くさい仕様変更だな。どうやらこの仕様バグが多かったようで、次のスナップショットである 14W17 にて削除されたんだ。追加されてから削除されるまでわずか1ヶ月。短いねー。まあ正直この仕様は迷惑な気がするからいらないんじゃないかね。今の方がいい。マインクラフトのバージョン 1.8 では、クリーパーが爆発しそうになった時に他のモブが、クリーパーから逃げる習性があったんだよ。その仕様があったのはゾンビピックマン、スケルトン、ウィザースケルトン、他のクリーパー、ウィッチなんだぜ。クモやエンダーマンは逃げなかったみたいだよ。なんでかなぁ。てかクリーパーめっちゃ嫌われているやん。この仕様、モブたちが爆発しかけるクリーパーを常に探していたから、ラグが生じてしまったみたいだな。そういった理由があって 1.8.1、プレイ値で削除されたんだわ。どうやらこれも寿命は1ヶ月ぐらいだったそう。短い。てかクリーパーもクリーパーの爆破から逃げるんだな。かつて、ダメージを受けた時、うおって声が聞こえたが、
それが削除されたように、マインクラフトではいろんなサウンドが削除されたんだ。例えば爆発音。かつては TNT の爆発もこの音だったんだ。なんかちょっとこもった感じの音に聞こえるな。あとは水に飛び込む音。なんか水中の中で聞いた音みたいだな。弓矢の音。今と全然違うな。なんか機械的というか、大掛かりな装置の音みたいだぜ。ドアの開閉音。なんか重いものを開け閉めする感じの音だな。今の音みたいに軽さがない。火打ち石と打ち金を使う時の音。シュボっていう音だからどちらかというとライターの音みたいだな。今のカチって音の方がしっくりくるぜ。溶岩の音。まあ溶岩の音なんてよく聞く人なんていないと思うけど、これも削除されたゲームサウンドなんだ。そして経験値の音。なんか聞いたことがある気もするが、これも削除された音だぜ。とまあこのように削除された音が結構あるんだよ。でもやっぱりスティーブの声が印象的だな。うお、っていう声が癖になるぜ。スプラッシュテキストっていうのは、マインクラフトのタイトル画面に出てくる黄色の文字だぜ。あれってウェブサイトや他のゲームを参考にしていたり、特に意味のない文章になっていたりするんだが、あれには特別なことが書かれたスプラッシュテキストがあったんだよ。ハッピーバースデー、ノッチ。ってスプラッシュテキストがあるんだが、これはノッチ氏の誕生日である6月1日に見られるらしいぜ。他にも、ハッピーバースデー、エズ。ってのがあって、エズとは、ノッチ氏の元奥さんのことなんだ。ハッピーバースデー、と書いてあるからエズ氏の誕生日である11月9日に見れるんだ。この誕生日を祝うスプラッシュテキストは、バージョン 1.8.5 にて削除されたんだ。マインクラフトのバージョンインデブにて、解読不可能なプレイ、チュートリアル、レベル、のボタンが追加されたんだ。メイン画面で見れたみたいだぜ。今となってはどういうことが書かれていたのかわからないが、アルファ版からベータ版に移行する際に削除されたんだ。でも、そんなボタンを用意しておいて、そんなチュートリアルレベルは存在しなかったとか、もはや意味不明だな。マインクラフトのクラシック版 0.30 では、アーマー、ってフォルダがあったんだわ。その中には、ヘルメットとチェストプレートだけが表示された、二つのファイルが含まれていたぜ。一つは完成されていた、チェーンテンピング、と呼ばれ、チェーンアーマーに似ていたんだわ。もう一つは未完成で、プレートテンピング、と呼ばれていた。これは未使用のままで最終的に削除されたぜ。どうやらこれが鉄の装備に置き換わったみたいで、鉄装備の原型なんじゃないかと考察されているんだ。まあ結局どうなのかはわからないけどな。バージョン 1.9 のスナップショット 15W31A までは、ポーションに、リバーテッド、という機能があったんだよ。それはレッドストーンやグロウストーンダストによって、効果時間が延長されたり強化されたりしたポーションを、元の弱いポーションに戻せる機能なんだよ。このポーション、インベントリでは見た目に違いはなく、違いは効果時間などのデータ値のみだったんだわ。リバーテッドのポーションを作る方法は2つあってな。まず1つ目が、レッドストーンで強化したポーションに、グロウストーンダストをぶち込む方法なんだ。そうすることで、強化されたポーションが、強化前のポーションに戻すことができたってわけ。で、二つ目は、レッドストーンやグロウストーンで強化されたポーションに、発光した雲の目をぶち込む方法だ。そうすると元のポーションと反対の効果を持つ、レバートポーションができるみたいだ。見た目も変わらないだけだし、なんか面倒くさそうだな。最初に言った 15W31A にてこの機能は削除されたんよ。まあ言うてよくわからない機能だし、必要性もなさそうだからな。削除されてもしょうがないわ。干し草の俵、ピストン、粘着ピストン、これらのブロックは一時期おかしな状態で存在していたんよ。干し草の俵は全部の面が変になっちまっていた。ピストンブロックは全部の面がピストンの押し出す部分になったんだよ。粘着ピストンもそうだな。ここまで来るともうただの箱だな。どうやらこれバグ技で手に入るらしくてな。具体的にどうやるのかはわからなかったわ。コマンドじゃ手に入らないらしいしな。干し草の俵はともかく、ピストンたちはこれ普通に動くのかね。しかもこれ、バグ技で手に入るくせに修正が入るのにかなり時間がかかったみたいでな。固有のブロック ID まで与えられて、クラフト可能になったこともあるらしいぞ。あかんやんあかんやん。土ブロックってのは、草ブロックと隣接していたら、必ず草が生えるようになるよな。でもスナップショット 13W36A から、草の生えない土、という特殊なブロックが存在していたんだわ。見た目は土ブロックと何も変わらないんだが、草が生えないんよ。このブロック厄介なのが普通に壊しても、シルクタッチで壊しても、普通の土に戻っちまう性質があるんだぜ。このブロックは後に、荒い土、に変換されたんだ。多分荒い土の前身だったんだろう。石を焼いたら滑らかな石ができて、それで滑らかな石のハーフブロックを作ることが可能だな。ベータ 1.3 でそのハーフブロックが初めて追加された時、変なテクスチャになっていることがあったんだわ。それがこれなんだが、わかるかい？つなぎ目がない状態になっているんだよ。通常滑らかな石だったら、それぞれの辺に境界線というかつなぎ目というか、とにかく線が入っているはずなんだ。でもそのハーフブロックには入っていない。これも後のアップデートでちゃんと改善されているから安心しておくれ。マインクラフトのクラシック版ではスタディット、アーマーという防具があったぜ。あったって言っても実装されたわけじゃなくてな。あくまでもデータ上にあっただけなんだわ。スタディット、アーマー、っていう防具なんだが、これ革の防具にめちゃくちゃ似ているんだよ。どうやらこれはノッチ氏が作りかけのゲーム、レジェンド、オブ、ザ、チェインバード。
ていうゲーム内に出てきた、防具を再利用したものらしいぜ。まあ結局実装されなかったんだけどね、再利用もできなかったってわけか。枯れ木はみんな知っていると思うんだけど、Java 版マインクラフトの 1.5 では緑の低木っていうアイテムも存在してたんだ。枯れ木と同じテクスチャを持っていたんだが、緑色だったみたい。どうやらこのアイテムは意図的に作られたものじゃなく、何か知らない間にできてたらしいぞ。何それ怖。バイオームによって色合いが異なったらしいが、スナップショット 14W10A 以降で完全に削除されたみたいだぜ。カカオは育てる際、3つの成長段階があるのはみんな知っているな。でもこのカカオのみ、怖いことに成長が4段階まであったことがあるんだわ。カカオが追加された 12W19A から 13W01B までは、成長4段階目の時に、ドラゴンの卵のテクスチャが使われていたらしい。カカオが急にドラゴンの卵になるってすごいな。そして 13W02A から 13W02B までは、4段階まで成長したカカオが含まれたチャンクを読み込むと、ゲームがクラッシュしていた。さらに 13W03A から 13W09C までだと、そのカカオが視界に入るだけでゲームクラッシュ。いや怖すぎだろ。 13W10A から 14W06B までは、なんかもうよくわからない見た目になった。 14W07A から 14W21B は、黒と紫のエラーブロックに置き換わったぜ。そして 14W25A 以降でやっと4段階目のカカオが削除されたぜ。カカオにもいろいろあるんだな。はい、今日はここまで出す。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もまた見てね。